ベルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お値段程度などのお問い合わせはベルベジンウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品が10月の24日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは概要欄に貼ってますので、そちらの方をチェックしてみてください。はい、ではチャンピオンボディです。トリコのエクストララージ88ボディの霜降りですね。そしてペンステートラバープリントになります。3段、プリントの、ね、バランスも非常にいいかと思います。状態もいいですね。 XL ちょっとゆったりしますけれども、はい、いいサイズ感だと思います。こちら7800円に消費税です。はい、続いてヘインズボディですね。こちらビーフィーの XL ボディ白の 100% コットンですね。はい、そして赤のラバープリントです。はい、プリントのね、ロゴの感じもいいと思います。状態もね非常にいい XL、はい、この辺は僕はねちょうどいいサイズ感だと思います。はい、白も状態いいですね。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてトリコのラージサイズ、こちらも88のグレーボディですね。そして染み込みの、プリントになります。ラージサイズなので、ね、自分が、結構ジャスト目ですね。はい、染み込みのプリント非常にいいんですけれども、ちょっとね肩に一箇所ちょっと穴ですかね、ちょっとダメージが一箇所あるので、はい、こちら7800円に消費税です。続いて、こちら LL ビーンですね。はい、ヘインズボディです。 PFT の XL ボディです。 100% コットン、はい、もうこのね LL ビーンのこの定番のプリントになります。はい、色もね綺麗な、ターコイズブルーですかね。 XL ボディちょっと、ゆったりしますけれども、こちらもね非常に状態がいいです。もうワンウォッシュ程度の、ね、程度ですね。はい、こちら7800円に消費税です。はい、またもやってチャンピオンボディですね。こちらバータグのラージ 100% コットンのエンジボディです。そしてインディアンヘッドのねプリント入ってる黄色のラバープリントに、袖は白ラインです。はい、どちらもラバープリントなんですけど、はい、このボディのラージはねちょっと細めですね。自分だとちょっとぴったりになってしまいます。こちらもね実は状態が非常にいいです。ワンウォッシュ程度の程度ですね。はい、こちらは9800円に消費税です。はい、続いてチャンピオンのバータグ 100% コットンですね。こちらも、はい、黄色のボディです。 V ネックのタイプなんですけれども、はい、こちらね無地になります。はい、このフットボールの形のラージでしたら僕がちょうどいいサイズ感ですね。はい、合わせてこのぐらいです。こちらもね状態いいですね。この V ネックもねまた数少ないと思いますし、はい、こちら下のタグもねちゃんと残っております。ちょっとこのね厚手のコットンです。はい、こちら12800円に消費税です。はい、続いて、ワンチャンシリーズです。シグナルの、ラージサイズ、こちらも 100% コットンですね。はい、そしてこれねリブの部分の内側にこの黒いリブと2段になっているのと、この袖の部分、袖の部分をねこのいわゆるリバーシブル的な形で、袖こうちょっとね折って黒を出してもありかなと思います。はい、そしてこちら、スキッパー機というね、ワンちゃんです。ちょっとね小ぶりな、黒いワンちゃんなんですけど、まあ好きな方はいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、ラージサイズちょっとゆったりめで着れます。グレーボディでこちらもね状態いいですね。はい、7800円に消費税です。はい、続いてコーデュロイのシャツですね。こちらビッグヤングですね。そしてネイビーのコーデュロイシャツです。前がねスナップボタンのタイプで、サイズはね15ぐらいだと思います。自分がジャストサイズですね。はい、まあ、ちょっとこうウエスタンと言いますか、はい、形的にはあるんですけど、着丈もね、下がこうボックスタイプでサイドがこうね割れてるタイプの、コーデュロイシャツになります。はい、こちらで6800円に消費税です。はい、続いてマーベリックのウエスタンシャツ70年代頃ですかね。はい、こちら15ハーフの35、はい、いわゆるシャンブレーのねウエスタンシャツ、まあ本当シャンブレーシャツを着る感覚でさらっと着ていただいてもいいですし、まあ、15ハーフですけどちょっとね縮み出てます。自分はちょっと小さめです。はい、
後ろにね若干のね焼けがうっすら見えますかね、ありますけど、まあのユーズドのね雰囲気としては、かっこいいんじゃないでしょうか。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてパタゴニアのスナップティーですね。はい、こちらシンチラのラージサイズ、エンジボディです。ラージサイズなので僕がちょうどいいサイズ感ですね。はい、まあ、ちょっとゆったり着れる感じです。まあ、色目的にねちょっとこう暗めの色、パタゴニアといえばね発色のいい色ですけど、あえてこういう、ね、暗めの色もいいかと思います。はい、こちら9800円に消費税です。はい、続いては、はい、こちらラージサイズ、はい、ちょっと赤ボディですね。はい、赤に黒、まあ、この黒のラインもね逆にかっこいいです。こちらのラージサイズも僕はゆったり着れるサイズ感ですね。うん、色目的にも逆にこう赤の配色に黒が入るとまたね引き締まります。はい、こちらで12800円に消費税です。はい、続いてシェルドシンチラ、はい、こちらがラージサイズになります。綺麗な青ですね。はい、ちょっとこううっすらターコイズブルーに近いようなブルーでしょうか。はい、こちらのラージサイズ非常に程度いいです。僕が着てちょっとゆったり着れるサイズ感ですね。はい、この色配色結構珍しいんじゃないでしょうか。うん、まあ、今日デニム履いてないですけどね、デニムなんかとの相性もいいですし、逆にこういった今日僕ホワイトのパンツですけど、あの色目も合うんじゃないでしょうか。爽やかに持っていくにはいいと思います。はい、こちら12800円に消費税です。はい、続いてラルフローレンのセーターですね。はい、こちらが M サイズになります。はい、このねパターン の柄もねすごく綺麗で、はい、ラルフローレンらしい柄かと思います。そして黒ボディっていうのがねいいですね。 M サイズちょっと僕は小さいです。はい、セーターの状態もねうちはかなり厳選して選んでますので、状態に関してはもう申し分ないと思います。黒ボディ、はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてヴィンテージスウェットをいきます。はい、こちらが、ペニーズですね。ペニーズのサイズが44というサイズです。結構大きめですね。 XL ぐらいあると思います。シンプルに白ボディの無地です。はい、まあ、これからの時期ねちょうど、まあ、僕も今日ジャケット着てます。まあ、デニム G ジャンなんかの、ね、下に着るにはちょうどいいんじゃないでしょうか。もちろんリバースイブもね今大人気ですけど、やっぱりこのビンテージスウェットもね重要です。僕も今日はビンテージ着てますけれども、はい、この大きめのサイズなかなかないです。はい、この白もねシンプルにまとめればおしゃれですね。はい、ちょっとねこういった汚れ等もあるんですけど、雰囲気系のヴィンテージスウェットです。こちらもね流れ目で50年代あたりでしょうか。7800円に消費税です。はい、続いて、はい、こちらラージサイズですね。はい、こちらも 100% コットンの、はい、ネイビーボディです。これがね形がいいんですね。はい、リブはね短いんですけれども、はい、合わせてラージサイズちょっと僕は若干小さめですね。はい、ネイビー の色の濃さ見ていただくと、はい、裏のこのね状態も非常にいいです。はい、そしてこれがねこのネイビーこのこう色あせていく、まあ退色していくとナスコンになる色です。この色目は、ね、非常にかっこいいです。もう本当シンプルに今日なんか僕この中に合わせてネイビーとホワイトのパンツなんかでも非常に合うと思います。はい、こちら9800円に消費税です。はい、続きましてチャンピオンのランナーズタグ、ミディアムサイズ、ちょっと小さめですけれども、はい、ちょっとこの、ね、雰囲気系です。前がこちらが染み込みのプリントですね。はい、そして少しね汚れはあったりするんですが、白ボディ、まあ、50年代のヴィンテージスウェット、少しねこういったところに少しダメージといいますかリペアはあります。ミディアムサイズちょっと僕はね小さいんですけれども、はい、まあ、プリントがね非常にいいと思います。このラウンドもチャンピオンらしいプリントですね。はい、ランタグでこちら15800円に消費税です。さあ、リバースウィーブいきましょう。はい、刺繍のダブルエクストララージ、はい、まあ、いわゆるエンジマルーンですね。そしてチャンピオンの目なしになります。はい、本当にねこの目なし、まあ、もちろんチャンピオンマークはね作るのも人気ですけれども、この目なしいかに数がないかというのが分かります。 WXL ちょっとゆったりはしますが、はい、状態的にもねいいと思います。色の雰囲気もねいいですね。はい、こちら15800円に消費税です。はい、そしてこれはいいですね、プリント、
はい、刺繍のラージサイズ90年代ですね。はい、パープル、パープルボディもね、もともと少ないです。そしてこのラウンド3段、後にひび割れると思うんですけど、状態が非常にいいです。リブ見ていただくと全然伸びてないですね。もうバキバキの状態です。ラージサイズ、これはね、もうプリントもいいですし、バランスもいいですね。色合いも最高にいいと思います。はい、こちら19,800円に消費税です。はい、続いてツーフェイスですね。こちらチャンピオンのラージサイズ、グレーの霜降りで、いわゆるツーフェイス2枚になっております。生地がちょっとまあ分厚いんですけども、下ワンポケットですね。はい、裏地もこういうふうにこう2枚重ねになってます。はい、これ1枚本当はロンティーか何かにね着ていただくと、これから寒い時期でも全然着れますし、逆にねこうポケットがついててフードがないっていうのもね、本当このバランス的にも可愛いんじゃないでしょうか。はい、ラバープリントもね2段で、いい感じのひび割れプリントです。はい、状態もいいですね。こちら19,800円に消費税です。はい、続いてパーカーいきましょう。刺繍のミディアムサイズ90年代のパーカー、こちらもね状態非常にいいです。グレーボディでこのシンプルにね、この1段こうドンと大きくプリント、ネイビーのラバープリントです。このプリントのバランスも非常にいいと思いますし、こちらもね状態がバキバキです。同じくリブがね全然伸びてません。はい、なかなかねこれぐらいの状態いいのもね少なくなってきました。はい、こちらで19,800円に消費税です。続いてフルジップパーカーですね。赤なんですけれども、はい、エクストララージトリコロ、はい、こちら80年代、ちょっとねこのジッパーの部分少し、糸がほどけてしまってます。まあ、ここで、ね、簡単に縫えると思います。はい、そして赤ボディなんですけど、はい、目なしです。フルジップの、ね、目なしもね相当数少ないです。はい、XL ダボッと着るにはいいですし、この赤がね少しフェードしてる雰囲気もね非常にいいと思います。はい、うん、まあ今年も僕は赤推しです。はい、こちら25,800円に消費税です。続いてジャケットです。こちらペンドルトンのミディアムサイズ、グレーのね、コートなんですけれども、いわゆるこうちょっとロングのタイプです。4つポケで、はい、M サイズ僕がちょうどいいサイズ感です。またねこう綺麗なグレーなので、もう何にでも合いますね。デニムでもいいですし、結構ねブラックデニムとかそのブラック系のでまとめても色が落ち着いてて合わせやすいと思います。あとでねウールの状態が非常にいいです。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、続いてのアルフローレンですね。はい、こちらね、中綿ダウンです。ダウンが 80% でフェザーが 20%、 まああったかいですよね。はい、こちらとフード付きです。はい、そして黒いいですね。サイズがラージサイズになります。はい、ラージでもねちょっと小さめだと思います。僕が着てジャストサイズぐらいですね。ショート丈でね、まだこのフード付きっていうのがまた、あとこの下がねこうリブのタイプなので、まあなんか雰囲気的にこう MA1 っぽい形のフード付きみたいな。はい、ここね、なんかスウェットの形っぽくポケットもついててバランスいいんじゃないでしょうか。赤ポニーもポイントです。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、続いて MA1 ですね。はい、こちら、はい、1973年、はい、そしてエクストララージですね。はい、ちょっとね普通の、オリーブグリーンよりちょっと濃い気がしますね。はい、XL なので僕がゆったり着れる、もういいサイズ。はい、やっぱり、ね、MA1 とか L2B もねやっぱ今当然大きめが、そして XL やっぱり出ないですね。まあ、裏地のねこのオレンジも、はい、状態いいですし、まあ逆にねリバーシブルなので裏返して着てもらってもそれもそれでありじゃないでしょうか。はい、こちら19,800円に消費税です。はい、続いてファティーグジャケットのスモールロングです。そしてグリーンリーフですね。リップストップのタイプのグリーンリーフ、はい、もうこの色配色抜群にいいと思いますし、あと状態が、まあ、1ウォッシュから2ウォッシュぐらいでしょうか。はい、もうこのね緑の見栄えがね非常にいいですね。はい、そしてこのねロングタイプになるとちょっとねコートっぽく着れるのもありだと思います。
はい、もうファティーグもね今大人気ですし、このグリーンリーフもねあえて人とちょっと違う、まあ普通あのグリーンがね、まあもちろん主流ですけど、このあえてカモで合わせるというのもいいと思います。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、続いて、はい、こちらがねGジャンタイプなんですけど、ビッグマックです。はい、ビッグマックといえばもう寝るシャツのイメージなんですけれども、はい、こちらちょっとねこのポケットなんかも少しリーのポケットに似てたりとか、はい、ボタンにもこのビッグマックのね、はい、ちゃんとこうロゴ入っております。そして4つポケタイプ、はい、そしてね裏地がねこのね、はい、定番のネル付きです。 青黒のネルもね、あのビッグマックのネルも人気ですし、見た目でいうと42ぐらいあると思います。はい、自分が合わせてちょうどジャストサイズぐらいですね。ちょっとこう人と変わったGジャン着たいなって人にはおすすめです。はい、状態もいいですね。はい、ビッグマックで12,800円に消費税です。はい、続いてGジャン70505ですね。こちらはねできたら僕は女性におすすめです。サイズ表記34です。はい、もちろんオーバーサイズ流行っております。ただこのねサードのタイプ形が非常に綺麗なのでね、女性こうちょっとジャストめでとか、まあ、34ってサイズなので、ちょっとこうジャストサイズと言いますかね、ワンサイズぐらい上のサイズで着れると思います。そして色落ちもね非常に綺麗です。スモール E なんですけれども完全にインディゴ使ってまして、はい、あえてね色の濃いデニムよりね、まあ、このぐらいの方が合わせやすいかもしれません。はい、ワンピースに合わせたりとか、まあ、スカートに合わせてもいいと思います。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、続いて同じく70505のサイズ40ですね。はい、こちらもスモール E のインディゴです。これもね色落ち綺麗ですね。はい、あとはもう状態が申し分なくノーダメージです。サイズ40は僕がちょっとジャストめですね、ピッタ T シャツ1枚でピタッとしたサイズ感です。まあ、こちらもなので女性とかがねダボっと着るのにもいいですし、まあ、40だったら男性がね、普通に着れます。状態いいインディコ、こちら19,800円に消費税です。はい、続いてパンツいきます。はい、こちら、ハンティングパンツですね。はい、こうちょっとねこうダックの生地のこれを使ってまして、ちょっとねこう固めの生地なんですけども、はい、このお尻のね丸いこのステッチとか、まあ、いわゆるハンティングジャケットその下のパンツになります。はい、スーパーダックス、そしてカーハート、これダブルネームですね。はい、めったに入らないと思います。ちょっとねこうシルエットがポワンと太めのシルエットです。そしてこれサイズが29-28。はい、なのでこうウエストがねジーンズで30インチ測れる方とかは履けるサイズ感だと思います。ちょっとこうね股上も深くて、まあ、あのカーハートのねダック の, あのパンツもありますけど、そのカーハートがね作ってる、パンツですね。スーパーダックスとダブルネーム、はい、こちら7,800円に消費税です。はい、続いてミリタリー M51 ですね。よいしょ。はい、そしてサイズが、こちらがミディアムレギュラーですかね。はい、ちょっとね、ステンシルがもう薄くなっていますが、はい、内側の中もね少しもう見えなくなっております。でもね状態はいいと思います。ミディアムレギュラーちょっと自分はね大きめなんですけれども、最近ねこの51もね数少なくなってきました。デッドストックもね人気ですし、はい、このぐらい状態が綺麗なのが、ね、なかなか見つからなくなってきましたね。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、続いて大人気のブラックです。501のブラックのこれはね後染めのタイプになります。はい、こちら裏のねパッチもちょっとこうやって染まってますが、もうこのねどす黒い色がねまたねいいですね。はい、こちら実寸が3231、32は僕ちょっと入らないかな、33表記を僕いつも履いてます。はい、このぐらい黒いとねこういったブーツで合わせてもいいですし、はい、まあとりあえずね大人気です今ブラックは。はい、ポケットのねこの内側のねすれ木ももう黒く染まっております。はい、こちらで12,800円に消費税です。はい、続いても501のブラックジーンズ。はい、こちらはちょっと大きめです。36-30、レングス30ってね結構実は僕も普段履くんですけど、結構ね長いと34とか36になるとどうしても裾上げしなきゃダメですし、
3630って結構ね需要多いサイズかと思います。ゆったり履くのもありですし、まあ、36ぐらいちょっと大きい方意外とね、ブラックジーンズ探してても見つからないと思います。はい、色の雰囲気もね抜群にいいブラックです。はい、こちらも12800円に消費税です。はい、続いて、505ですね。あ、すいません509だ、すいません。はい、こちら509-3434、ちょっとねレングス長めです。509これね結構ドストレートです。はい、コンディションもねもうあのまっさらの状態、まだねノリがノリといいますか毛羽立ちが少し残ってるぐらいですね。はい、ストレートラインです。あえてまあね501ともあれですけどジッパータイプ、はい、このね、まあ、オレンジタブの80年代なんですけれども、なかなかねこういった501か505と違うラインもねあえていいと思います。12800円に消費税です。はい、続いてヴィンテージのジーンズいきます。はい、こちらリーです。リーのサイドこの黒タグがついております。ウエスト30表記、はい、そしてこれ色がめちゃめちゃ綺麗なんですね。色落ちがリーの200番になります。はい、ちょっとねこうブーツカットっぽく見えるんですけれども、はい、内側は、耳のついてないタイプ、そして、101こう200番かというとこのね AGS の内側にスレキが入ってるからなんですけど、これスレキが入っておりません。なのでいわゆる200番の一番最初ですね、はい、101が終わってその後になります。この色の雰囲気、はい、まあ、もちろんリーバイスもねいいんですけれども、たまには、ちなみに今日僕は上下でリーを着ております。はい、まあ、ここの膝の部分に少しリペアがあったりするんですが、このサイドの当たりも綺麗に出ております。そしてヒゲも綺麗に出てますね。逆に女性が履いても可愛いと思います。はい、リーの200番でこちら25,800円に消費税です。はい、続いて505のシングルステッチですね。はい、フロントジッパー、そしてこの見てください、ヒゲがね綺麗に出ております。そして当たりも綺麗に出てて後ろのパッチ、いいサイズですね。3430表記です。僕のサイズですね。はい、スモール E のシングルステッチですね。後ろも、特にね大きいダメージはありません。はい、34表記、普段僕もね505結構持ってますけど、3430か、3330を履いております。はい、この綺麗なヒゲのライン、はい、505もね最近どうかずっと探してる方多いんですけど、なかなかね、いい答えが出てこなくなりました。はい、こちら505シングルで、3430 39,800円に消費税です。はい、続いて、はい、もう見るからに色落ちがやばいです。はい、こちらね501の66前期です。はい、トップダウン裏が6番、はい、そしてパッチはね欠損してるんですけど、スモール E のシングルステッチですね。はい、裏の色落ちもやばいですね。はい、そしてこちらが見えますかね、はい、501一番端が166です。なので76年の1月、はい、これねインディコの色がね相当濃かったんだと思います。色落ちもね相当履き込んで、これだけ綺麗なヒゲ、そしてねこのストロー部分ちょっとねロールアップしてたのか若干ここだけダメージが出てますが、股とかねダメージが出てないんです。これ珍しいですね。まあ、綺麗に落ちてますし、この膝のあたりも綺麗に落ちてます。はい、後ろの蜂の巣もまあうっすら出てますし、まあ、ここのねロールアップしてる部分はちょっと、リペアしてもいいですし、逆にちっちゃくロールアップすると、ね、目立たなくなると思います。はい、こちら実寸がですね2級です。ということはパッチサイズがおそらく3031、はい、ちょっとね細身の男性もしくは日給の実寸です。こちらもねできたら僕は女性に買っていただきたいなと思います。これだけ綺麗な色落ちなかなか出ないです。66前期のシングルステッチで59,800円に消費税です。はい、続いては、今度薄めですね、50これ66です。66前期トップダウン6の、はい、これもね綺麗ね、うっすらですけどこうヒゲが出てて当たりも綺麗に出てます。はい、パッチ表記が、ちょっと見づらいな、33表記ですかね。レングスはちょっと消えちゃってますけど、スモール E のシングルステッチ、こちらもねノーダメージです。
ちょっとこの色の薄い感じもね非常にいいんじゃないでしょうか。66前期、はい、こちらで、39,800 円に消費税です。はい、続いて大人気の G ジャンですが、はい、557のサードになります。はい、もうね色が全体的にこう落ちております。あとねちょっと襟がね少しダメージは来てるんですけど、まあちょっとこういい雰囲気です。そしてサイズなんですけど、この幅見ていただくとパッチはねちょっと欠損してしまってるんですが、おそらく44ぐらいあります。はい、そしてボタン裏がですね、まあ O ですね、ちょっと見づらいですけど O ボタンです。なのでフラップの裏はね、同じ、同音数のもの使われて、まあ、当然ここは缶抜きはオレンジですね。はい、サイズ感的に44、僕がスウェットの上からも着れます。まあ、着丈はね557なので、まあ、短めですけども、はい、自分のバランスで着る、まあもう少し細い方がねダボっと着るにはねちょうどいいと思います。557、こちらで49,800円に消費税です。はい、続いてセカンドですね、507WX。 はい、こちら、まあ、サイドはね、1本です。なので、40以下ですけれども、こちらねおそらくパッチ表記があれば40縮みじゃないかなと思います。今実寸がね3パチぐらいです。はい、そして1番が、はい、片面ですね。こちら片面タブのセカンド、はい、これはもう53年の1年だけです。はい、セカンドのね、Gジャンの本にも、何着か載せさせていただきましたが、はい、片面のセカンドはここのねステッチはね黄色なんですね、やっぱり。はい、ここもね、こういったポイント見ていただければ。はい、あと襟元がね少しダメージ、まあ、リペア入ってないぐらいのダメージなんですけど、まあ、全体的に、ちょうどいい感じの色で落ち着いてます。38のサイズ感で着られる方、はい、片面のセカンドは本当に数少ないです。はい、もうこれはね僕は断言して言えます。ちなみに僕もね自分の持ってるセカンド片面探すのに本当何年かかったかっていうぐらい、はい、本当に数少ないです。507の、38ですね、実寸が、はい、片面の、セカンド258,000円に消費税です。はい、そしてちょっと最後に語ろうと思ったんで最後に持ってきました。はい、こちら、502のビッグEです。はい、そしてもう色落ち見ていただくと、もう、ね、いかにね濃い状態から、まあ、多分リジットの状態からね相当履き込んだんだと思います。綺麗なヒゲ、そしてノーダメージです。はい、後ろ、はい、よくパッチを見ていただければ502、まあ、0117と入ってるんですけども、 I タイプです。たまにねこう F タイプの棒が消えたんじゃないですかって聞かれるんですけど、実は502これ I タイプというのは存在します。ウエストが3134表記、そしてウエストシングルの後ろのアーケード見ていただくと黄色です。完璧です。ちょっと裾口の方ね、ロールアップ当時してた跡がうっすら残ってるんですが、ちょっとこのぐらいでロールアップしてあげればそんな目立たなく履けると思います。蜂の巣もバッチリ出てます。色のね深みがね素晴らしいですね。はい、そして42タロンのジッパーで、裏がですねボタン裏、はい、こちら番号入ってません。このね点点点点というのがついてるタイプになります。この I タイプ僕もね本当この数的に言うとですね、うちが、ここのオープニングぐらいですね、なので20年ぐらい前にちなみにデッドストックで2本売った記憶があります。その後ね色の落ちたので、たまにあ I タイプだなこれっていうのを、本当数回見ただけですね。このぐらいの状態で見るのも本当、10年ぶりとかそんなレベルです。そしてこの色落ち、今ね実寸なんですけど3032です。まあ、このパッチが3134、これがもうジャストサイズの方はぜひおすすめです。はい、502の、I タイプ、ここあっとこうポイントとしてね、ここ見てほしい。ここにね缶抜き、はい、ここもね黄色の缶抜き入ってるんです。これがまあ I タイプの特徴かなと思いますね。はい、まあ、当然びっくりですね。はい、ちょっと長く語りましたが、はい、ぜひ50の I タイプ、3032が実寸です。228,000円に消費税です。これサイズバッチの方ぜひおすすめです。
はい、週末で、ベルベージュ遊歩道展も、入荷がありました。そしてベルベージュの方にもね、ちょっとね、単品の荷物が届いたりしたので、デニム類とか少々、商品出させていただいてます。また週末ね、ベルベージュの方ご来店お願いします。